持ち株管理会社ベルコムンマッシュは、ベラルーシの首都ミンスクに本社を置く公共株式会社。主に輸送用機器等の製造を手掛け、ベラルーシのみならず、世界各国に事業を展開している。ベルコムンマッシュのルーツは、ソビエト連邦時代の1973年7月1日、ミンスクに設立された路面電車トロリーバス修理工場である。 翌1974年に創業を開始し、1976年には事業の拡大を視野に入れるため、現在の社名であるベルコムンマッシュに改めた。ソ連時代は旧社名の通りトロリーバスの修理を主に手掛け、その業務成績から1979年と1982年には赤旗勲章が授与された。さらに1985年から1987年に、 かけて、工場を再建、規模の拡大を実施し、同年以降は、毎年400台以上のトロリーバスの修理を行った。その後、ソビエト連邦の崩壊を経て、ベラルーシの首都となったミンスクをはじめとする、各都市では、路面電車やトロリーバス路線の車両の老朽化が問題となり、ベラルーシにおけるこれらの新型車両を生産する拠点が必要となった。そこで、 国家プロジェクトの一環としてベルコムンマッシュは車両の心臓事業に着手し1994年にトロリーバス2000年に路面電車車両の製造を開始したさらに2017年からは電気バス市場にも参入しているほか消防車や日用品建設工事用製品の生産事業も展開しているこれに伴い2001年以降は 企業形態の再編が行われ製品の生産を専門に実施する企業となり、2010年にも従来の共和国統一企業から公共株式会社に変更されている。2020年現在、ベルコムンマッシュは、ベラルーシや旧ソ連諸国のみならず、セルビアやアルゼンチンなど世界各国に向けて各種車両の展開を実施している。ベルコムンマッシュで生産された。 もしくは2020年の時点で生産中の主な輸送用機器は以下の通り、ありがとうございます。